ねえマッキー、僕たちってさもう知り合ってから3ヶ月以上も経ってるよね。ああそうだっけ。なのにさ、僕マッキーの家も知らないし、携帯の番号もメールアドも何も知らないんだよ。だからさ、ねえマッキー、あ、はい、携帯とメールアド教えて。え、みんなで交換しよう。ほら光もおいでってば。どうも。どうも。じゃあこれに書いて。あ、あの、いや、あの、僕メールとか全然わからなくて。うっそ、じゃあカラメールしてよ。カラメール、もういいや、貸して。赤外線送信するから。さっき勝手にいじっちゃダメだよ。大丈夫だって。あ、ねえ桜工事も教えてよ。うん、マッキー、マッキー僕も知りたいんだけど。何やってんの。ああ、ルミ今ね、マッキーとメアド交換してんの。うっそ、だって普通に教えてよ。私も知りたい。その携帯もサクサクない。嘘嘘嘘嘘、冗談だってマジで。なるほど、かわいい、かわいい。はい、じゃあ、いくよ。よかったじゃん、マッキーと仲直りできて。何それ、別に喧嘩とかしてないし、純こそいつの間にか咲と仲良くなっちゃって。はてか、お前に関係ないだろ。だって純が先に余計なこと言うから。あれ、関東へ。なあ、ああ、俺だ。お忙しいところ恐縮ですが、そろそろ幹部会議のお時間です。分かった、すぐ行く。熊田が荒らした島はどうなった。穴は埋めましたが、玉の集まるたかは知れてますな。たくとじりやって。ボス、シチリア組はどうします。今度角が方々荒らしにかかってるとか。厄介事が起こる前に片をつけときますか。そうだな、なら俺が。まあいずれにせよ早いとこけじめつけましょう。若い組織はいざ抗争となると何にしでかすか分かりませんから。熊田が権藤と掛け合ってるっていう話もある。熊田一家がシチリア組を。間違いねえ、こないだの三丁目の抗争でも。読めねえんだこの野郎。なんだこの顔みてえな字はよ。バカ。おう、おう、すまねえ、続けてくれ。よし、熊田んとこが腰を据える前にシチリア組をうちの傘下に入れるんだ。ちょいと面倒な組ですよ。だからこそうちがやらねえとカッコつかねえだ。わかった、じゃあ近いうちに。赤岩、この件はお前に頼む。わかりやした、玉張ってでも取ってきます。どういうことだよ親父、なんで俺に任せてくんねえんだよ。あの手のなしつけんのは俺の仕事だろ。うん、そうだったな。俺にやらせてくれよ、赤岩なんかよりもずっとうまくやるよ。マキオ、これからは組の仕事には一切手出すな。は？なんでだよ。お前には学校があるだろ。ふざけんなよ、俺は組のためにわざと学校。組のルールを忘れたのか。ボスの命令は絶対だ。しばらくは学業にだけ専念しろ。
おい、テレビ貸せ。えい。構わねえよ。今夜からしのぎもねえんだ。若か。若。そんなに気を落とさないでください。ボスはあと半年、若に青春を楽しんでもらおうと。それであんなこと言ったんですよ。じゃあ教えてくれよ。青春ってなんだ。青春をゲットだ。もういや。親父は本気で俺をボスにさせる気はあんのか。なあ桜、なんとか一つだけ聞きたいんだけどさ、青春ってなんだ。青春、まあ一般的には青春は愛とか友情とか仲間とかそういう風に捉えられてるけど、受験期の僕らには関係ないと思うよ。関係ない。うん。それに大人から見たら今の僕らは青春らしいけど、やってる本人たちは特に意識ないしね。え？意識もないのか。まあ三者面談も終わったしね。こっからは青春っていうよりも受験移植って感じかな。受験移植か。そんなことで何が楽しめるっつんだよ。何やっちゃってんのお前。この番組はコカ・コーラ、明治製菓、キヤノン、日産自動車、ドコモグループの提供でお送りします。いやですね、兄貴のことがどうしても心配で、もっとそばにいさせてほしいボスと黒江さんにお願いしたんですよ。お願いします。半年間ここで手伝わせてください。で、なんだその学校はよ。あ、いや本当は転校生が良かったんですけど。おかず、お前に金はかけらんねえから裏口入学は無理だって黒井さんに言われまして、で今は事務仕事でバイトをしてます。なんじゃそりゃ。絶対兄貴の迷惑はかけません。あ、あとこれもじゃん。まあこれアグネスプリンじゃねえかよ。はい、学食の親父脅しくれてせしめてきました。どうぞ存分にお食べください。アグネスプリンっていうのはな、はい、走って手に入れっからいいんだよ、はい、走ってゲットするから意味があるんだよ、はい、んなズルかまして手に入れたってお前意味がねえんだよこの野郎。すいません。限定プリンなめるなバー。すいません、兄貴が喜ぶと思ってつい。で、ね、きっちり返してきたのかよ。はい、きっちり12個きっかり12時に売り切れました。よし、で1個ぐらい切っとけばよかった。チキショウ若、そろそろ勉強の時間です。今日はいい国作ろう鎌倉幕府のところです。いい国か。若、いややる気が起きねえんだよ。組のことが心配だよ。よし、道場で一汗かくか。1 2 3 4。熱いぜ、兄貴。そうだ、大体俺たち組のもんと違って、こいつら3年 A 組の人間は熱くなるってことを知らねえ。
こいつらこそ本当に青春なんか楽しんでんのか。よし、久しぶりに今日はプリンでも狙ってみっか。おい榊。はい。コンビニ行こうぜ。え、いや、あの今日あのプリン食べようかなと思って。付き合えって。星野くんはな、狙ってた大学全部見込みなしって言われて、今やさぐれてんだからさ。ああ、僕も六大学はきついって言われました。お前俺に自慢してんのか。いや、つまりは。たくるせえな。履修の時間だぞ君たち。あ？そうそう。レベルが低いとこで揉めないでくれるかな。本当だよ。レベルが低いだと。何、自分の頭が悪いのを八つ当たりすんだよ。なんだとこら、あっなら表出ろ。ほっほう、構想か。いいぞいいぞ。榊君止めないと。どんどん何やってるの、あなたたち。やめなさい。中間テスト前でカリカリするのはわかるけど、クラスで揉めても意味ないでしょ。もっと今を楽しみなさいよ。高校時代は一生に一度、あと半年しかないのよ。あと半年か。先生、僕には未来が見えません。今の僕はいい国にも鎌倉幕府にも興味が持てない。僕が興味があるのはただ一つ、いい組を作ることだけです。いい組。榊君ってなんて前向きな学級委員なの。いい組になるように頑張ってください。先生も精一杯応援します。ハート。え、あ、勢いでハートとか書いちゃった。どうしよう、ボールペンで書いたから消えないし。主席。校長先生、どうしたんですか。いや、ゆり、あ、いやいや、もう南先生の様子が、スカート履いてるし。へえ、恋でもしてるんじゃないですか。え、恋？恋？恋？ゆり子が恋？校長先生！大変です！はい。学食より緊急連絡です。本日12時のアグネスプリンの販売は都合により中止となりました。繰り返します。本日12時のアグネスプリンの販売は都合により中止になりました。繰り返します。学食より緊急連絡です。本日12時のアグネスプリンの販売は都合により中止となりました。なんでプリンがないんですか。理由を説明してください。まず謝れよ。笑ってんじゃねえぞ。いや、それが私も原因がわからないのね。わからないじゃないんですか。違います。俺が聞いた情報によると、他県で大人気のアグネスプリンを作ってるのは近所の農家の島崎さんらしいんですよ。で、その島崎さんは毎日11時半きっかりにプリン12個を学園に届けてたらしいんですよ。でもなぜかそのプリンが今日は届いてない。しかもその製造元の島崎さんとはまだ連絡が取れてねえみたいなんです。なんてこった。せっかく準備運動までしたのによ。ちくしょう、俺の青春のプリンが。そしてなぜか翌日もアグネスプリンは届かなかった。2006年秋、プリンの販売中止から3日経ったセントアグネス学園は深刻なプリン不足に陥り、生徒の中には小さな対立や争い、そして虚しい気持ちを訴える者などが現れ始めた。受験なのにやる気が起きないんです。
大丈夫よ、元気出して。これが第一次プリンショックである、てな感じですかね。みんな元気がない。イライラしちゃってる生徒も多いですね。毎年のことですけどね。特に3年は秋になると受験のせいでどうしても暗くなっちゃうんですよ。そうなんですか、はい、そんな時だからこそ先生たちにはしっかりしていただかなければいけないと思うんですけどね。あ、はい、そうですね。いや、しかしこのプリン合戦は一部の生徒には一種のストレス解消でしたからね。うん、早いとこ島崎さん見つけてもらわないと、うん、どうやったらみんなが元気になるんでしょう。くそ、死んだ魚みたいな目で俺を見やがってよ。俺だってよ、いろいろつれんだよ。あ、親父がよ。マッキー。はい、早く騒いちゃったよ。ところで光、うん、マッキーにメールしたの？してない。何やってんの、せっかく私が聞いてあげたのに。だってなんで売ってんのか分かんないんだもん。あ、今動いた、今動いた。今マッキー、本当に料理したことないんだ。あるわけねえだろ。こら、兄貴の食い物は俺が全部面倒見てんだよ。こら貸して。あ、はい。うまいですね、梅村さん。そうかな、ガリ普段から家で料理してるからうまいんだよね。おい、お前んとこから煙が出ててうざいんですけど。てめえのキモいロンゲのせいで料理する気になれねえんだよ、このキモロンゲ。不良のくせにそんな可愛らしいエプロンつけてる、お前のがキモくない？はぁ、また揉めてるよ。じゃあマッキー、はい、これ切って。はい、何気な。榊君、包丁の持ち方ちょっと違うよ。いや、こいつの扱いだったら俺に任せておいてください。ワクワクしたぞ。もう前立ります。必ず治療にはついてきます。じゃあ頼んだぞ。なー、全然違う！ムチッとプリット感がねえんだこの野郎！すいませんでした！何が無敵だ？落ち込むぜ、チキシュー。で、どうしたの？二人とも。いや、家でちょっとありまして、で、なんかもう全く未来が見えないっていうか。大丈夫よ、坂くん、未来なんてみんな見えてないんだから。え、みんな？そう、みんな。だってまだ高校生でしょ。
まだまだたくさんの可能性がある、ね、迷う時間もある、夢も希望もある。若さってね、本当に自由なのよ。自由？そう。だからまだ未来なんて決めつけないで、もっと思いっきり楽しめばいいのよ。先生も楽しんでたの？ええ、いっぱい楽しんだわよ。恋も勉強も友情もいっぱい。今でもよく覚えてる。そういえばよく似てる。はい。うん。あ、いい。いい？今を思いっきり楽しむこと、それを忘れちゃダメ。そっか。先生、なんか元気出てきたっす。え、本当？ああ、よく考えたら俺は90秒以上物事を考えることのできない男だった。それを3日もくすぶっちまうんだからな、俺らしくなかったよ。え、たった3日？ああ、今俺の中のやる気バロメーターが家庭科で女子に褒められた7点、家庭科で梅村さんと同じ班だった10点、水島先生のお茶とお話10点、桜なんとかの気遣い3点、数の弁当1点、計31点。やった！たった今赤点レベルを超えました。へえ、よかったわね。うん。まったく不在よな、星野のやつ。あいつ絶対大学とか無理です。確かに。ねえねえねえ、澤部はさ、どこ狙ってんの？俺はね、おいおい、おバカグループに会っちゃったよ。なんだと？ちょうどいい。乾かせ、こら。前からお前らのこと腹立ってたんだ。嫌だね、喧嘩しか飲まない連中は。何？どうぞ。殴れば先生にでも理事長にでも訴えてやるよ。言ったな、この論議。はい、言いました。だから、あれ、お前らこないだのやつらじゃねえ。うわー、毒ゼリ高校。こいつらか。こないだお前らに手出した学生ってのはよ。なんだよ、この人たち。出てこらー。せっかくだからさ、みんな一緒におしゃべりとかしようや。なあ、お待たせしました。今日こそ俺が完璧なプリン作りますんで。おう、俺のやる気を上げてくれ。はい。あ、そういえばあの髪長いやついるじゃないですか、 A 組の。なんかあいつらとっぽいやつらに絡まれてましたよ。え、おそれまずいじゃねえか。いや大丈夫っすよ、なんかあいつら生意気だし。ああ、まあそうだな。いい組になるように頑張ってください。いい組か。やっぱ俺行くわ、学級員ですよ。しかし若、暴力はいけません。卒業前に問題を起こすのはまずい。若のような方が
ガキの喧嘩に手を貸すもんではありません。いや、俺今パッと暴れてる気分なんだよ。お前らがいくらなんつっても俺は行くぞ。でしたらあれ持ってこい。へい。なんだよ、あいつ一歩弱いじゃん。なあ、おいおい、この辺にしといてやれよ。はい。そんでそっちの片付けて、さっさとこの姉ちゃんたちと遊びに行こうや。なあ。はい、押さえて、押さえて。行っちゃうよ。待て。誰だお前は。若様、無敵だ。チュー、チューガムシャラに。何あの変なの。なんかのヒーローじゃん。あ、そうだ、アニキンダーとかいうやつだ。かっこいいぞ。行け。なんだよあいつら。ああ、笑ってんじゃねえかこの野郎。お前らのせいで巻き込まれたじゃん。は？お前がトロいからだろうが。お前らのお前やってねえぞ。ああ、だんだよ。もうやめろ。あのよ、仲良くしようぜ。楽しもうぜ、青春を。立ち上がろうぜ。共に。ヘリウムが切れた。なんだよ今の。ありがとう変な人。ありがとうアニキンダーの中の人。ありがとう。アニキンダーの中の人。熱い。お前これ通気性悪いとこのやろ。すいません、手作りなもんで。ご苦労様でした。でも兄貴の敵じゃありませんでしたね。でもなんかよ、ああ嬉しかったな。首に俺の居場所がなくなってよ、そんなんで落ち込んでたのに。なんかあいつらが俺の姿見て喜んでる顔見たらよ、なんか笑えたよ。あいつらも本当は楽しみたいんだよな。でもどうしていいんだか分かんなくてよ。まあ俺と一緒だよな。俺は今よ、兄貴のだ。またメールっす。ああ、いつもみたいなの日本語訳して適当に返事打っとけ。はい。だからこうなんかこう3年 A 組の一体感っつうかさ。でも兄貴、うるせえなてめえ、ぶっ殺す。今いい話してんじゃねえか。梅村さんです。え、榊君へ。今日は調理実習お疲れ様。今度はお弁当作るから一緒にどこか出かけませんか。光より。兄貴、それデートの誘いっすよ。何？デート？ああ。
本当危機一髪でさ、すんげえ助かったの。ありえないぐらいかっこよかったよね。ちょっとキュンとしたよね。すごいよね。マッキー？マッキー？どうしたの？よし、俺はここで青春を楽しむぞ。え、はい、青春、恋も友情も勉強も全部楽しんでやる。何言っちゃってんのあいつ。どうしちゃったの。青春だこの野郎。てか大人になったらわかるけどよ、と思うけど、大人になったらクラスメートなんかいねえぞ。え、騙し騙され駆け引きしてしゃらくせえしがらみばっかりだよ。でも俺たちはさ、クラスメートだよ。一緒に青春を楽しむどうでもいい仲間だよ。そんな俺たちがさ、そんな自由な俺たちがせっかくの今を楽しまねえでどうすんだこの野郎。みんなで楽しもうよ、みんなで頑張ろうよ。俺たちはさ、顔も性格も成績も全然違うけど、みんなみんな未来が見えねえでもがいてる同じ仲間なんだよ。いいか、いい組作ろう、三年A組だこれ。全生徒に報告します。さらなる品質改善のため北海道に行っていたプリン製造担当の島崎義雄さんが本日東京に戻ってきました。よって本日からアグネスプリンの販売が再開されます。そして初日の今日は特別に普段の倍の24個が売り出されるため特別ルールを設けます。各クラス5名ずつ代表者を出し、一番になったクラスがプリン24個を総取り、全部を獲得できます。開始時間は12時ジャスト。各クラスクラスメートと力を合わせて楽しく参加してください。よし、プリン復活か。俺は走るぞ。さあ皆さん、力を合わせて頑張りましょうよ。ねえ、どなたか一緒に走ってくれる方いますか。走りましょうみんな。ねえ、ほら、みんな行きましょうよ。ほら早くプリン食べましょうよ、みんなで。ずっと食べてないし、ね、そんな執着ないよね。走らなくても別に他のもん食べればいいし。はい、私走る。私も一緒にクラスのために頑張りたい。梅村さん、よし、じゃあ二人で頑張ってね。はい、はい。
局二人だけですね。うん。あの梅村さん、あのメールの件なんですが。俺僕まだ書き方がよく分からなくて。マキ。桜なんとか。お。星野さんも。お前だけカッコつけさせるわけにはいかねえからな。ジュン、甘いもの嫌いなのに。せっかくだからさ、青春の思い出に。マッキー。頑張ってプリン取ってきてよ。仕方ないから応援してやるよ。はい。それじゃあ準備はいいか。よーい。
ビバ青春。よっしゃそちらにとってもいい話だと思いますけどね。いやエーゲ海さん、わしらもそう簡単には乗れんけんのな。へえ、ここか。誰だお前。帰りましょう。目下の女と釣り寄ってから、えらい偉そうやないか。いや別に。でも組長さん、うちの傘下に入った方が身のためですよ。あ？営業界は今財政的にもいいとこ行ってますし。なんじゃお前、男っとでかこれお前。何の真似じゃ。見た通りだ。薬の時間なんで早く話を進めたい。まあこの人数なら 2,3 分だな。この野郎ら。早く大した駄菓子や。話を聞こうじゃないか。前に映画で見たの真似しただけなんだけど、案外効き目あるんだな。これでこの組はゲットか。プリンゲットしました。ほら、やったぜ。ほら、いいな。やっぱり俺も生徒がよかったな。俺も組の力です。チームプレーです。まあ、つまりこれはですね。じゃあみんなでいただきます。彼はもしかしたらうちのクラスの私のヒーローになってくれるのかもしれない。いただきます。あれ、僕の分。あれ24。あれうちのクラスで20何人。すいません、僕の分って残ってないですかね。僕の分ないないですか。俺らもちゃっかりいただいちゃってるし。これうめえわ。やべえ。すいません。プリン。プリン。苦。一口で。あ、サキさん。マッキー。はい、マッキー。はい。これ僕の。あげる。いいのこれ。いいよ。これ甘いの苦手だから。はい。ありがとう。食べて。青春ゲットだ。試験の時間なんだ。何を裁く計りなんだ。何を狙って付き合うんだ。何が船を動かすんだ。何の試験の時間なんだ。何を裁く計りなんだ。何を狙って付き合うんだ。何が船を動かすんだ。今日こそ梅村さんをデートに誘おう。1秒でも多くそばにいたいだけだ。暴力は嫌い、許せない。こんな苦しいんなら青春なんか知らなきゃよかったよ。この番組はコカ・コーラ、明治製菓、キャノン、日産自動車、ドコモグループの提供でお送りしました。